皆様お疲れ様です。アスナルファクトリーです。今日はですね、相棒ハイラックス GUN125 を、売却しに行きます。で、今月ですね車検だったんですけれども、その車検を、取らずにですね、トヨタの方へ、持ち込むこととなりました。で、ただいまの距離ですけれども、9774キロとなります。はい、まあ、2年間でですね本当にそんなに走らなかったのかなというふうに思いますけれども、ここ数ヶ月は、私の地がですねなくなりまして、その遺品整理でこのハイラックスを使っておりました。で、埼玉から、川崎までですね、まず、本が1万冊以上ですね、ハイラックスで運んできました。その本たちはですね今もまだ、倉庫の方にありますので、この動画の中でもし紹介できれば、紹介させていただこうと思いますけれども、本の他にはあとは、一般的なゴミ、生ゴミであったり粗大ゴミであったり、不燃ゴミであったり、まあ、そういったものをですね、遺品整理ですので、大事なものと、いらないゴミと仕分けながらですね一つ一つ、まあ、作業してですね、このハイラックスを使って、川崎へ持って帰ってきたり、また埼玉のですね清掃局の方へ持ち込ませていただいて、処分させていただくということをですねここ半年ぐらいかなやっておりました。で、私ですね、まあ、当然キャンプに行くためにですねこのハイラックス買ったんですけれども、ここ半年はですね本当にキャンプに行くのではなくて、ゴミを運んで清掃局に、午前2回午後2回とかですね、持ち込むということにハイラックスを使っておりました。まあ、本来の使い方がどうであれですね、ハイラックスはまあ働く車とも、世間的には言われてますので、まあ、そういった意味ではですねこの車の本領が、まさに発揮されたんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、まあ、当然清掃局なので、まあ、午前中なんかは特にパッカー車がですねもう何台も何台もひっきりなしに、場内に入ってくるわけですけれども、このハイラックス、車格がやはり、大きいですので、そういったパッカー車の中であってもですね、まあ、決して引けを取らないという意味でもですね本当に今回の僕のやろうとしたことに対してですねハイラックスがですねなければ、この車がなければここまで来ることはできなかったんじゃないかなというふうに感じております。そういった意味でもですね新車で購入してから2年が経ちましたけれども、まさに大きくて頼れる相棒と紹介させていただいた1年前のまあ、そのままの形でですねこのハイラックスは私を助けてくれたんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、この次の動画になるかと思いますけれども、次の新しい相棒をまた紹介させて、いただきたいとも思いますけれども、最後に、この私のですね、大きくて頼れる相棒ハイラックス GUN125 を、外周だけですね1回、まあ、記録ですので収めさせていただきたいと思います。はい、本日はね本当に黄砂がすごくて、もう車もですねドロドロだったんですけれども、やはり最後ですので、洗車をいたしました。やっぱりねこの後ろからの角度がね
快楽さ一番かっこいいですよね。今まだ冬用のスタッドレス履いておりますので、このままトヨタに行って、で荷台に乗っているのは、購入した時に、付いておりましたハイラックスの純正の、オールテレンのタイヤと純正のアルミホイールになります。この三つ折りのトノカバーはですね、GI ギアのものになりますが、知り合いから、格安で購入したものとなります。これはね、本当に今回、本を運ぶにあたって一番活躍してくれましたね。多少ですね、やはりこの隙間から、雨は吹き込むんですけれども、まあ突発的な雨などはですね、このトノカバーがあるおかげで本当に助かりましたし、防犯的にもね、非常に活躍してくれたものとなります。ひろきさん、ありがとうございました。また一緒にキャンプしてください。はい、また形ですね。本当に見てわかるようにですね、購入した時の状態とほぼ、変わらない形ですね。まあ、もともと私、車のことが詳しくはありませんので、いじり倒すような乗り方はできないものですから、まあ純正でこうして乗ってきましたけれども、まあ私のように全てディーラーでですねお任せするっていう人は、まあ純正のまま乗り続けた方がですね、下取りの価格も、本当に影響がないんじゃないかなというふうに思います。はい、ハイラックス、いいですね。短い間でしたけれどもありがとうございました。というわけで、これからですね、トヨタの方へ向かってこの相棒をですね、事故のないように引き渡していきたいというふうに思います。本日の動画は以上となります。最後までのご視聴ありがとうございました。動画が良かったと思っていただけましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録いただけると、大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。